どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はですね、モニター募集をしておりましたカーメイトさんの UVC 除菌ポーチ LZ46 というのにめでたく当選をいたしました。イエーイ。ですのでファーストインプレッションをお伝えさせていただきたいと思います。こちらはですね、ポーチ内の LED から菌の DNA 結合を破壊する、UVC 光線、紫外線ですね、これを照射しポーチ内のものを除菌するという、商品だそうでございます。効果としましてはですね、カーメイトさんの測定結果なんですけれども、スマホにおいて使用前と使用後で細菌の数が約 4% にまで減少と、96% 減ったということだと思うんですが、減少したとのことでございます。それでは実際にちょっと見てまいりましょう。はい、それではちょっと中身見ていきましょうね。ですね、まず大きさちょっと測っておきましょうか。横がですね、だいたい19センチぐらいですね。で、縦が約10センチぐらいですか。で、厚みが、こっちで見ましょうか。だいたい2センチぐらいですね。ちょっとこっちとこっちでだいぶ違います。こっちだともうちょっといくかな。3センチぐらいになっておりますね。はい。はい、重さなんですけれども、だいたい 89g ぐらいになってますね。で、ファブリック生地で非常に落ち着いた品のある感じになってますね。グレー系とブラックのフートンになってまして、一応ここに持つところがあります。それから、外側に、ここがジッパーになってまして、ここにポケットがあるんですけど、ここに USB の端子がこうついてますね。これを、ここから電源を取るということになりますね。はい。で、反対側にもポケットがあります。こんな感じですね。これだけです。で、ちょっと邪魔なので、これ入れときまして。で、ジッパーを開けますと、中身が、こんな感じになった。おお、渋いですね。ここがゴムになってます。で、ここが発光ブラシですね、ここが。ここに、物が当たらないようにはしてくださいという注意書きが書いてありました。なので、例えば、スマホを入れるのであればですね、ここのところにこう挟む。そうすると、ちょうどこのゴムのところが、このスマホのところに当たりますので、こういう感じで入れると。で、実はここまだ閉めてないんですけど、説明ではですね、これを USB の電源につなぎますよね。で、つないで、このジッパーを最後まで蓋をすると、ピッという音がして、5分間。5分間なると、またピッと音がして、紫外線の除菌が終わるという風になっているようです。だから、ここがスイッチになってるみたいですね。はい。で、一応スマホとか、メガネ。メガネもなるべくここの、ここに直接当たらないようにという話なんですけど、メガネなんかこれどうして入れたらいいんでしょう。でも当たっちゃうですよね、これ。どう考えてもここに当たってしまいそうなんですけど。どうしたもんですかね。
よくこの辺ちょっとよくわからない。まあこうやって入れてみる感じでしょうか。あとなんか書いてあったのは、例えばこういうイヤホンですね。イヤホンも、除菌できるということですね。イヤホンを入れるのもどこに入れていいのかよくわかんないですね。説明ここに入れるのか、ここに入れるのか。基本的にはなんかこの中に入れたくなるんですけどね。まあ多分こういう入れ方になるんじゃないでしょうか。はい。まあいろいろちょっと疑問点初めてなんであるんですけれども、一応こんな感じになっておりますね。それではですね、実際にちょっとやってみたいと思うんですけれども、まあカーメイトさんということで、まあ車のアクセサリーもいろいろ作ってらっしゃいますので、ちょっと Nボックス、せっかく Nボックスも USB 端子がありますので、Nボックスでやってみたいと思います。それでは Nボックスにやってまいりましたので、これで、やってみたいと思いますけれども、メガネをやってみたいと思います。とりあえずなんかよくわからないですけど、ここに入れましてですね、メガネを入れまして、なるべくこの発光部には当たらないように、レンズのとこぐらいしか当たらないようにします。そしてですね、ここに電源がありますので、ここにとりあえず入れます。入りました。はい。でこれで、ここを閉じたらいいんですけど、まだエンジンかけてませんので、エンジン先にかけます。はい。ちょっとエンジン音気になりますけども、これでですね、ここをジッパーをここまでやるとピッて音がするようなんで、それでですね、あと5分かかるということなんで、一応タイマーも用意しましたんで、ちょっとタイムラグがあるとは思いますけども、だいたい5分かどうか測ってみたいと思います。それではちょっとやってみましょうね。これで今からピッて言うかどうかやってみます。はい、言いました。でちょっと遅くなりましたけれども、今スタートさせました。はい。ではここに置いて、ここに置いておきましょう。タイマーの音が鳴ったら紛らわしいんで、なるべくこう近づけておきましょうか。あ、今言いましたね、ピッて。で、こっちタイマーも鳴りました。ということで、今ピッて鳴りましたので、これで完了ということでございます。はい、これで、メガネの除菌が終わりました。まあ見ても分かんないんですけどね。もう車専用に使うのであれば、それこそここに置いとくのがいいのかなという気もいたしますけれども、いかがでしょうか。はい。あとまあ USB の自動車以外ですと、まあもちろんパソコンとか、まあ当然家の電源でも取ることがあると思うんですけど、まあ多くはこういう、まあこれちょっと古いですけどね、モバイルバッテリーを使って、まあ例えば、ここに差し込んで、この中にこう入れて、こう使うという形が便利かもしれませんね。はい。はい。ということで、まあ実際、ファーストインプレッションというか、最初に使ってみてですね、感じたことですが、スマホはですね、まあ、特に細菌が多くついていると言われてますよね。それで私はこれまでですね、まあ、アルコール、まあ、今見せてますけども、アルコールを吹きかけてですね、スマホをまあべちゃべちゃにした後に、まあ、ティッシュで拭き取るということはしていたんですけれども、
まあ、それが解消されるということと、まあ、多分除菌の効果も上がるんじゃないかなと思います。まあ、その辺がまあメリットかなという気がしております。で、一方で、まあ、デメリットというかですね、気になるのは除菌時間がまず5分っていうのは結構長いですね。1分ぐらいだったらいいのになという気はいたしました。で、あと実際音、ピーっていう音ですよね、始まった終わった、あの音を聞き逃すとですね、除菌中なのかそうでないのかがわからないんで、その辺もちょっと気にはなりますね。なんかインジケーターみたいなのがやっぱりあった方がいいような気もしますが。で、あと実際使ってみてどうなのかというのはですね、まあ、もうちょっと使ってみないとわからないと思います。実用的かというかこととですね、まあ、携帯性はどうなのかということについてはですね、また後に使ってみてレビューしてみたいと思います。あとですね、使用上の注意事項なんかもありますので、そのあたりはですね、販売ページのリンクを貼っておきますので、ご確認ください。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので見てくださいね。ではまた。